今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録、血糖データフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。今回は10月15日土曜日に行われるレースの中から G2 府中牝馬ステークスを含む合計5つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。最近ちょっとなかなかお役に立てなくて申し訳ないなとは思っているんですが、まあ、それでも今回、当てに行く予想ではなくてですね、しっかり隙あらば穴馬も推奨していければなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、それでは10月15日土曜日の厳選勝負レースは以下の通りです。阪神1レース、阪神6レース、東京9レース、阪神11レース、東京11レース、府中牝馬ステークス、合計5つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けしていきます。なお阪神11レースうずまさステークスと東京11レース府中牝馬ステークスの推奨馬に関してはメンバーシップ限定公開となりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは推奨馬の発表に移っていきます。まずは阪神1レースですね。ダート 1200m で行われる牝馬限定の2歳未勝利戦です。こちらのレースで推奨させていただきますのは8枠10番の福の若葉です。この福の若葉、ドレフォン3区なんですけども、前走ですね、中京ダート 1200m の未勝利戦で3着と、敗退をしてしまっているんですが、まあ、このドレフォン3区の牝馬ですね、まあ、そもそも中京ダート 1200m をめちゃくちゃ苦手としていまして、まあ、過去に、2回しかちょっと3着以内に入ったことがない、コースとなっています。連帯はまだ一度もないような状況、もちろん一度も勝っていないコースですので、前走の中京だと 1200m はドレフォン3区牝馬のと、相性が悪いコースながら、まあ、3着に頑張ったという結果になっています。そしてですね、今回阪神だと 1200m に変わってくるわけなんですけども、まあ、逆にですね、ドレフォン3区の牝馬、この阪神だと 1200m ではかなりの高走率をマークしていまして、勝率 22.2%、 連帯率 55.6%、 副勝率 66.7% と、まあ、かなりの、超絶高走率をマークしているコースに今回変わってくるという形なので、かなり大きなパフォーマンスアップが、前走と比較して見込めるんじゃないかなと思っています。前走後ですね、ちょっと一息入ったんですけども、この中間で高度計を2度マークしていますので、まあ、しっかり動ける状態、好調と見ていいかなと思っています。ここで最大のライバルとなりそうなのが、まあ、一番人気の、フォーサイティドという馬なんですけども、このフォーサイティドアジアエクスプレス3区なんですけども、このコース、阪神だと 1200m アジアエクスプレス3区ちょっと苦手としているデータになっていますので、まあ、このデータにつけ込んでですね、まあ、今回、この福の若は2番人気なんですけども、こっちをちょっと上に見て勝負したいかなと思っています。フォーサイティド、まあ、かなり強そうな馬なんで、普通に逃げ切られちゃってもおかしくないかなと思うんですけども、ちょっとデータ的に不安がありますので、まあ、そこをついてこの福の若を上に取って勝負したいなと思っています。はい、続きましては阪神6レースです。ダート 1800m で行われる3歳以上1勝クラスのレースになっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは、こちらも大外枠です。8枠11番のシゲル火星ですね。このシゲル火星、タートルボール3区なんですけども、タートルボール3区のボバ1000馬ですね、阪神ダート 1800m の両馬場では、ご覧の通りめちゃくちゃ高い高走率をマークしています。連帯率 33.3%、 副賞率 37%、 回収率もめちゃくちゃ優秀となっていますので、タートルボール3区にとってこのコースはかなり、得意としている条件と言っていいかなと思います。まあ、さらにですね、この、シゲル火星、3走前が、1年以上ぶりのレースだったんですけども、まあ、2着と好走していまして、2走前ですね、ちょっと負けてしまっているんですけども、タートルボール3区ですね、2走前この小倉ダート 1700m の、レースで重馬場だったんですけども、まあ、この条件はちょっとタートルボール3区にとってめちゃくちゃ苦手としている条件でしたので、まあ、言い訳ができるかなと思っています。まあ、その敗退を、挟んでですね、前走しっかり、中京ダート 1800m で巻き返して、2着と巻き返していますので、まあ、2走前はちょっと言い訳
訳ができる負けだったかなと思いますし、まあ、3走前、休み明けの3走前から馬体も増やしてきてかなりパワーアップしてるんじゃないかなと思っています。この中間も追い切りで高度計をしっかりマークしていますので、まあ、前走からさらに上昇が見込める、形かなと思っています。長期休養を挟んで、まあ、パワーアップしたような、印象もありますので、まあ、復帰後は、しっかり成績も安定 していますので、まあ、今回この好成績叩き出しているデータということで、まあ、信頼していいんじゃないかなと思っています。現状ですね、動画撮っている時点では11頭中5番人気と、まあ、そこそこ美味しいオッズになっていますので、馬券的にも面白いかなと思っていますので期待をしてみます。はい、続きましては東京9レースですね。ダート 1600m で行われる2歳の1勝クラスのレース、プラタナス賞ですね。こちらのレースで推奨させていただきますのは、動画を撮っている時点で、現在8頭中8番人気と最低人気になっています。2枠2番の里のミスチーフですね。最低人気ということでですね、まあ、なかなか、面白い馬かなと思うんですけども、この里のミスチーフ、イントゥーミスチーフ3区なんですけども、イントゥーミスチーフ3区ですね、東京だと 1600m、副賞率 54.5% マークしてるんですね。まあ、かなり、イントゥーミスチーフ3区にとってこの東京だと 1600m 相性のいいコースですし、まあ、イントゥーミスチーフ3区、ダートの 1600m 以下のレースに、距離短縮で臨んでくる際かなり好成績なんですね。勝率 20% を超えていますし、副賞率も 41.9% と、まあ、今回、距離短縮の、ローテで、さらに、東京だと 1600m 高相性コースということで、まあ、かなり期待できるんじゃないかなと思っています。中間の追い切りでですね、高度計をマークしていますし、おそらく半路ベストタイムじゃないかなと思いますので、まあ、かなり好調を、キープできているんじゃないかなと思います。前走ですね、上がり3ハロンのタイムが、上がり3ハロンの2位の、馬にですね 1.1 秒差をつけて最速ということで、まあ、かなり末脚が際立っていましたので、まあ、その末脚はこの長い直線でこそ生きるのかなというところもあります。まあ、前走、逃げて勝っている馬が2頭いますし、もちろん前目につけて勝っている馬ばかりですので、まあ、あの前走を見る限りですね、この里のミスチーフ、刺す競馬もできそうかなといった印象もありますので、まあ、今回ちょっとそういった競馬がもしできれば展開的にも向きそうかなと思います。高相性コースに短縮ローテで、今回臨むという、もうイントゥーミスチーフ3区、絶好の狙い時となりますし、まあ、刺す競馬もできそうで展開も向きそうかなというところで、動画撮ってる時点で現在8番人気と最低人気になっているんですけども、期待をしてみます。はい、以上合計3頭の推奨馬をこの動画では挙げさせていただきました。まあ、オッズ的にも面白い馬がいたかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。京都11レースうずまさステークスと東京11レース G2 府中牝馬ステークスの推奨馬に関しましてはメンバーシップ限定配信となっています。メンバーシップ登録者様限定でですね、 YouTube 内に、この画像をですね、投稿させていただいておりますので、画像の方で推奨馬をご確認いただければと思います。メンバーシップの登録には月々390円が必要になるんですけども、まあ、これいつでも解約できますし、まあ、390円、まあ、ちょっといいコーヒーをですね、まあ、一杯おごるぐらいのつもりでちょっとご支援いただければと思っています。お気軽にちょっと覗いていただければなと思いますのでよろしくお願いします。京都11レースうずまさステークス、東京11レース府中牝馬ステークスの、推奨馬に関しましては YouTube のメンバーシップ限定配信となっております。画像を投稿していますので、そちらの画像の方で推奨馬、ご確認をいただければと思います。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回挙げたレース以外でですね、ちょっと馬券を買うレースがあればツイッターの方で随時配信してまいりますので、ぜひツイッターのフォローもお願いいたします。はい、それでは、土曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。最後までありがとうございました。